こんにちは。今や移動手段の一つとして当たり前のように利用されている飛行機ですが、飛行機に乗っている時、私たちは高度数千メートルのところに無防備な状態でいることを忘れてはいけません。そして私たちの命はパイロットや管制官に委ねられているわけですが、当然彼らも人間なので重大なミスを犯してしまうこともあるのです。ということで今回は、人の雨が降った事故や、病んでおかしくなった機長が起こした墜落事故、わずかな操作ミスで260人以上が死亡した最大規模の事故など、過去に日本で起きた悲惨な飛行機事故を3件ほどご紹介していきたいと思います。では行く。降り注ぐ人間の雨、全日空機雫石衝突事故。1971年7月30日、岩手県岩手郡雫石町で航空衝突事故が起きました。この日、全日空千歳空港発羽田行きの58便は、本来午後0時45分に千歳空港から出発する予定だったのですが、前の便の到着が遅れていたため、午後1時33分に離陸することになりました。そして58便には乗員乗客合わせて162名が乗っており、一つ目の通過点を通過した後、宮城県にある松島 NDB という通過点へ向かう際に、高度は8500メートルまで上昇し、自動操縦に切り替えられました。一方、58便の離陸とほぼ同時刻に、宮城県の航空自衛隊松島基地からは、戦闘機2機が編隊飛行訓練のため離陸していました。この2機のうち片方には31歳の教官が、もう片方には22歳の訓練生が搭乗しており、教官が訓練生を先導していました。ところが、本来訓練時の経路は旅客機の経路と被らないよう設定されているはずなのですが、この日設定されていた経路は58便が飛行する予定だった区域と被ってしまっていたのです。もちろん経路の設定は人の命に関わることなので、何段階にも厳しくチェックされることになっていました。そしてこの日も5名の長官が経路をチェックした上で教官に経路が知らされたのですが、不運にも誰一人旅客機の空路と被っていることに気づかなかったのです。そのため、この日の午後2時ごろ、雫石町の上空付近で戦闘機は気づかないまま58便に接近してしまっていました。そして午後2時2分、教官は訓練機の後ろから58便が接近していることに気づき、すぐに訓練生に回避するよう指示しました。ですが、この時訓練生は焦ったため、誤って58便の進行方向に旋回してしまい、58便に追突されてしまいました。そして衝突後すぐに58便の機長は緊急通信を発信したのですが、時すでに遅く、58便は操縦不能になり降下し始めました。さらに58便は衝撃によって縦揺れに対する安定を取るための水平安定板や昇降舵が破損してしまい、降下姿勢から回復することができなくなっており、状況を察した機長は絶叫しました。そして58便は降下しながら加速し続けて、ついに音速を超え、高度4600メートル付近で機体が加速に耐えられなくなり、空中分解してしまいました。これにより58便に乗っていた162名は全員上空に放り出され、雫石町とその周辺では人間の雨が降り注ぐという異様な光景が広がりました。この事故で58便の乗員乗客は全員落下により死亡し、その多くは雫石町で極めて無残な姿となって発見されました。さらに58便の車輪の一部が雫石町の民家に落下し、その民家に住んでいた81歳の女性が負傷したことも確認されています。また機体が音速を超えたことでソニックブームが発生し、当時現場から15キロメートル以上離れた盛岡市からもソニックブームによる衝撃音と閃光が確認されたそうです。一方、訓練生は戦闘機が大破していたものの、なんとかパラシュートを使って戦闘機から脱出し、無事に生還していました。事故後本件は自衛隊側だけでなく航空法にも問題があったのではないかと議論が交わされました。どうやら当時は急増する飛行機に対して法律が追いついていなかったらしく、今のように高い安全性を考慮した飛行域の区分けや安全確認の義務付けがされていなかったようです。そのため事故後に航空法は改正され、以降大幅に航空機の衝突事故は減少しています。病んだ機長が起こした事故、日本航空350便墜落事故。
1982年2月9日、福岡発東京国際空港行きの日本航空350便で事故が起きました。この日350便で機長を務めていた人物は、日本航空に入社して10年以上経っていた上に、機長や副操縦士としての経験も長い35歳のベテランパイロットでした。まずこの日の午前7時34分、350便は予定通り羽田空港に向けて福岡空港から離陸し、7時51分には高度8800メートルまで上昇し、水平飛行に移りました。それから8時19分には管制官から降下の指示が出たため、350便は目的地である羽田空港に向けて降下を開始しました。その後しばらく降下を続け、8時43分25秒に副操縦士が500フィートと現在の高度を知らせるコールをしたのですが、なぜかこの時機長は応答しませんでした。それから24秒後、副操縦士は200フィートとコールした後、ミニマムというコールをしました。ミニマムとコールされた場合、目的ポイントが視認できる場合はランディング、視認できない場合はゴーアラウンドといって、一から着陸体制に入り直さなくてはなりません。ですがこの時機長はチェックという返事をし、それから自動操縦モードを解除した後、なぜか操縦桿を前に押し、機首を大きく下へ傾け始めたのです。ちなみに飛行機は目的ポイントを確認してから降下する際、機首の傾きが3度になるように調整しなくてはいけないのですが、この時の機首の傾きは3度よりはるかに大きくなっていました。さらに機長はスロットルをいじり始め、同乗していたエンジニアがエンジンの回転数が不自然に低下していることに気づいたため、パワーローと叫びました。ですが機長は適切な対処をしようとはせず、今度はなぜかエンジンを逆噴射させ始めたのです。そして副操縦士も異常に気づき、機長の方を向くと、機長が操縦桿を前に強く倒していたため、キャプテン、やめてくださいと叫びました。ところが時すでに遅く、350便は降下を続け、そのまま東京湾に墜落してしまいました。そして350便は大破し、乗員乗客174名のうちの多くが海に投げ出され、24名が死亡し、149名が負傷しました。また機長と副操縦士は無事だったのですが、墜落後に副操縦士が機長に対し、キャプテン、なんてことしてくれたんですかと怒鳴ると、機長は泣き出したそうです。さらに航空法によると、事故発生時に機長は乗客を率先して救助しなくてはいけないのですが、この時機長は職務を放棄し、それどころか乗客に紛れて逃げてしまったのです。そして事故後の調べで、機長は統合失調症を患っており、事故当日は幻聴が聞こえたり気を失ったりしていたことが明らかとなりました。どうやら機長は事故の前から、家に盗聴器が仕掛けられている、自分は日本人ではないかもしれないといった異常発言をしたり、飛行を繰り返していたらしいのですが、事故の前は統合失調症ではなく、うつ病または心身症と診断されていたそうです。また当時は統合失調症であれば操縦は許されなかったのですが、うつ病の場合は定期試験さえ合格してしまえば操縦できてしまうという仕組みになっていたため、機長はパイロットをクビにならず、通常通り業務を行っていたのです。また幻聴が聞こえるほど重度な精神疾患を患っていた人物を機長にしていた日本航空への非難が相次ぐことになり、この事故は連日メディアで取り上げられ、大きな騒動となりました。パイロットのミスで飛行機が回転落下、中華航空140便墜落事故。1994年4月26日、台湾の空港から名古屋空港へ向かっていた中華航空現チャイナラインの140便で事故が起きました。この日140便には乗員乗客合わせて271名が乗っており、そのうち約7割が日本人でした。そしてこの時140便を操縦していたのは26歳の若手副操縦士で、機長は管制官との通信を担当していました。この日のフライトは出発からしばらくの間は順調で、午前10時50分頃に高度1万メートルに達した後、管制官から降下許可が下りたため、副操縦士は降下するための操作を手動で始めました。ところが高度330メートルに差し掛かった頃、副操縦士は誤って自動操縦着陸復興モードを作動させてしまったのです。着陸復興モードとは名前の通り、緊急事態が発生した際に着陸をやり直すために使用され、着陸復興モードに切り替えられると降下姿勢から上昇姿勢に変わるため、機首を少し上に傾けようとします。そのため、もともと降下姿勢に入っていた140便は、機首が少し上に傾き、水平飛行になってしまったのです。
そこで機長はすぐに着陸復興モードを解除するよう副操縦士に指示したのですが、副操縦士は解除の仕方が分からず、着陸復興モードを解除しないまま操縦桿を下げて力ずくで機首を下げようとしました。ですが、着陸復興モード時は上昇姿勢を保とうとするため、副操縦士が機首を下げるような操作をすればするほどコンピューターがそれに反発して機首は上昇していきました。その後、機長が交代して操縦したのですが、時すでに遅く、大きく傾いた機体は高度530メートル付近まで上昇して失速し、プロペラのように回転しながら落下してしまったのです。それから機体は墜落して炎上し、すぐに管制官が消防に連絡したので1時間ほどで鎮火に成功したのですが、この墜落事故により搭乗者271名中264名が死亡してしまいました。これは中華航空が起こした事故の中でも最大規模であり、死者数だけで言えば世界で3番目に規模が大きい飛行機事故となっています。今回の事故はもちろん副操縦士の操作ミスが原因でしたが、それだけではなく、本件で使用されていた航空機を作ったエアバス社にも問題がありました。なぜなら、本件の副操縦士のように誤って着陸復興モードを作動させてしまい、解除の仕方がわからなくなって事故を起こすということが以前から相次いでいたからです。その後、こういった事故を防ぐために今回の事故が起きる前に、エアバス社では着陸復興モードを簡単に解除できるよう改修工事が行われたのですが、中華航空は工事を急ぐ必要はないと判断し、工事を先延ばしにしていたのです。そして今回の事故の後、やっと着陸復興モードをボタン一つで解除できるようになり、二度とこのような悲劇が繰り返されないよう訓練の見直しもされることになりました。ここまでご紹介した3件の事故や、それ以外の飛行機事故の教訓によって法や制度が大幅に改正され、今では以前よりもはるかに事故のリスクは低くなっています。ですが、それでも事故は一定数起こってしまうため、私たちは自分には無関係だとは思わずに、普段から情報収集をしたり、緊急時の対応方法などはしっかりと頭に入れておくようにしましょう。はい、ということで今回こんな感じなんですけど、この動画を見ていつも安全に操縦してくれるパイロットの皆さん、ありがとう。これからも安全運転お願いしますと思った方は、高評価、チャンネル登録、ベルマークの通知登録の3点お願いします。あとツイッターもよくやってるので、概要欄からツイッターのフォローお願いします。あと VTuber チャンネルで生放送もやってるので、概要欄からチャンネル登録お願いします。最後まで見てくれてありがとうございました。終わり。はい、検知タイムなんですけど、ファンアート紹介です。ファンアート書いてくれる方はハッシュタグキリン FA をつけてツイートしてください。ということで早速いきたいと思います。はい、1枚目ということなんですけど、かっこいいですね。かっこいいというか、もうなんかすごい殺意みたいなのがすごいですね。なんかあのファブル味がありますよね。めちゃめちゃかっこよくて、ちょっと恐ろしい感じで、目つきが何よりやばい。この仮面の奥の目つき、完全にこれ殺しに来ている。いやー、いいですね。なんかその周りの煙となんか背景の感じと、そのスーツっていうね、しかも、相当やばい。これは狙ってる目をしてますね。めちゃめちゃ上手な絵、ありがとうございます。はい、そして次。はい、おー、これもお上手ですね。なんか画力がすごいな。なんか体のバランスとか顔のバランスとか、なんかめっちゃ可愛いし、いやー素晴らしい。そして何でしょうね、このテレビ画面みたいな感じで、ちょっとねデジタルがかってる感じ、あのキリンのところどころが、まあまあデジタル上の存在、 VTuber をちょっとおしゃれに表現したみたいな感じなのかな。めっちゃなんかすごいっすね。なんか手慣れてる感じがありますね。素晴らしい。めっちゃかっこいいです。ありがとうございます。はい、そして次。はい、これはすごい。これはね、ちょっと生放送でもちょっと紹介しちゃうんですけど、あのまずね、気になるのは頭身高すぎ問題ね。もうキャプツバ超えてんじゃねえかっていうくらいの頭身がめちゃめちゃ高い。そして足が長え。そしてね、これよく拡大してみると、すごい、なんて言うんですかね、この タオルみたい、タオルじゃない、タイルみたいになってるんですよね。ちょっと拡大してみます。ほら、これどうやって作ったのかなっていうのがすごい気になるんですけどね。なんかその辺の壁とかでね、こういうキリンの壁とかあったら、ね、観光地とかになりそうな雰囲気のイラストということで、ありがとうございます。めっちゃ素敵です。オリジナリティもあるしね。はい、そして最後。はい、おお、かっけえなこれ。これはかっけえぞ。
はい、こちらもですね、まあまあちょっと生配信でも一回紹介したんですけど、めちゃめちゃかっこいいイケメンキリン、うん、これなんか全てがね、なんかポーズといい、仮面の持ち方といい、このキリッとしたね、目ね、そのキリンだけにキリッとした 目つき、うん、なんかいろいろその髪の毛先のシュッとした感じとか、全てがかっこいい、うん、これはイケメンと言わざるを得ないでしょう。めっちゃ素晴らしいです。ありがとうございます。はい、ということでね、まあ素敵なイラスト本当にありがとうございます。まだどしどし募集中なので、はい、ぜひ気になる方は書いてみてください。ということでした。さよなら。